トントントンとこう首振らせて、もうスカンスカン食ってくる感じだね。うわほら一発で食った。ほらトップゼルやつでかいんだから、はトップの威力です。いやようやくこれであの水面さん、メバリングファンの皆さんこんにちは。今回はね、ちょっとトップゲームで、まとめてみました。トップゲームを中心にまとめてみました。まあトップ以外のね、プラグも使うんですけども、はい。でトップゲームといえば、まあまずはこういったペンシルベイトですね。うん、リップも何にもついてなくて水の上に浮かんで、スイッチかけるとこうドッグウォークするタイプ。はい。こういったものや、そうですね、あとはまあ僕の大好きなトーピード、まあ、そこスイッシャーですね、ペラがついてる、はい、それからポッパー、ここねこうカップがついてるやつです。まあ、ここで水をしてポコポコポコという音とかね、あるいはジャッと引いた時にピシャッとこうスプラッシュ、水しぶきを飛ばすタイプのもの。まあ大まかにそういった3種類くらいのね、トッププラグがありますけども、このメバルをねトップで釣るということに関してまだまだね、認識がこううまく行き渡ってない面があるんです。それはね何かというと、トッププラグっていうのは面白がって釣る遊びであって、大きいの釣るとかたくさん釣るプラグじゃないよねというね認識がね意外に根強くあるんですよ。はい。でこれは背景にねブラックバスの遊びがあるんです。まあ30年も40年も前からね、そのブラックバスゲームっていうのは日本で始まって、一気にそのルアーゲームというその文化が日本に浸透していく一番大きいきっかけがね、やっぱりブラックバスゲームだったと思うんですけど、当初はねトップばっかりで釣ってたんです。僕たちも30年ぐらい前とかこんなタヌキみたいなやつ使ったりとか、あるいはバルタン星人のようなペンシルでね釣ったりして、でもう水面をこうちょこちょこやってると下からでっかいブラックバスがバコーって出てくる。あまりの面白さにもういろんなトッププラグを仕込んでは持って行って遊んでたんですけども、ブラックバスってほら閉鎖水域でオールリリースじゃない、だから魚もバカじゃないよね、覚えちゃうんですよ、学習するので。もう本当にね最初の5、6年から10年ぐらいかな、電話です取り直さずにこのまま喋ります。まあ、誤解が多いと思うわけですよ。で、まあ、ブラックバスが原因でその学習したバスがトップで釣りにくくなってるから、その今現代でねそのバスを釣るのにトップゲームでやってる方たちっていうのはもう非常にその趣味性の強い、釣りなんだということを認識して、例えば普通のミノーとかねシンキングペンシルとかそのシャットとかクランクとかそっちの方が釣れるのが分かってて、釣れにくいトップで釣る面白さをね楽しんでらっしゃる。これが背景にあるがためにどうもねソルトのメバルもそうじゃないかと思ってる方が多いんですよ。ここをね今回の編集した、VTR でね払拭し、そう思ってる方は払拭していただきたいなと。ちょっと考えてみてください。まあリリースする方が増えたとはいえですね、閉鎖水域じゃないのでそこまでねメバルがねペンシルに対して学習しているっていうような状況はねまだまだなってないんです。それと、例えばヒラマサで考えてください。ヒラマサを誘い出しで釣る場合にはやっぱペンシルとかねポッパーをよく使いますよね。このやつね、これとか、まあこれがペンシルで、こっちがポッパーです。で、深いところにいるヒラマサを
まあ、マグロなんかもね、ペンシルでよくやってらっしゃいますけど、ポッパーで。これを水面でパコパコバシャバシャ言わせることによって、下からおびき出して、水面まで持ち上げて食わせるっていうね、釣り方が。なので、おびき出しっていうふうに言ってますけど、バカでっかいの釣れてますよね。ヒラマサもおびき出しで20キロとか30キロとか、もうとんでもないスーパーサイズが食ってくる。でかい魚をね、引き寄せる力がトップにはね、間違いなくあるんです。で、メバルでも間違いなくあります。ただ大きい個体が釣り切られてほとんどいなくなっちゃってるエリアでやったって、サイズはそんなにバカでかいのが来たりはしませんけど、一昨年のね、ロケで、僕が経験したのは、まあ、プラティさんにちょっと申し訳ないんですけど、プラティとか、メバペンメバルの小さい方のサイズね、でやってて、普通に17、8センチから、まあ、一番大きくて21センチぐらいまでがパタパタ釣れてた状況で、ちょっと大きいペンシルね、これです、ザラパピを投入したら、途端にサイズがね、24センチ、5センチが連発した場面とか、それから VTR の中にも、撮れた場面がありますけども、小さいペンシルだとレギュラーサイズなのに、タイニートーピードを入れたら、26センチがいきなりドカンときたりとか、そういうね、トップゲームにはね、秘めた力があります。その辺をね、皆さんぜひやりながら覚えていただきたいなということで、いろんなプラグも使いますが、トップゲームを中心に今回はね、まとめてみましたので、どうぞご覧ください。ルアー交換しました。先週の山口ロケでね、バカ当たりした CB70 ドリフト、この子はね、ザラパピーと違って水面よりちょっと巻くとだよね、ほっとけば浮かんでるけど、巻くと水面よりちょっと下、背中を水面下につけるような状態で潜ってくれるんです。で、まあ、メバペンメバルとかもさ、水面の上に浮いてんだけど、それで釣れない時でもこういうルアーだとね、釣れてくれることもあるんです。ちょっと試してみましょう。フローティングミノーね、リップ付きのフローティングミノーはね、巻くとかなり潜っちゃうから、そこまで潜らせたくない時にこういう CB70 ドリフトペンシルなんかがね、有効になります。体半分とか体1個水面下を通ってくれる。まあ、これなのに、山口ロケの時と違って、今僕無理やりはめ込もうとしてるからね、反応がないんです。本当はパターンありきで、状況ありきで、あ、この状況だったら絶対これがハマるだろうという結び方をするんだけど、今日はね、逆に無理やりプラグを投入してるんで、やっぱ出ません。はい、どんどんローテかけます。ということでね、いきなり外しの場面からスタートさせてます。まあ、中でも言ってたように、CB70 が起動する、ロケーション、シチュエーションじゃないのよ。ないのに、あえて投入した。で、やっぱ釣れないよね。で、僕ね、見切りが早いんです。本当にね、一等で、僕が思ってる、想定してる反応が得られなかったら、もうすぐプラグ変えます。まあ、合ってないんだから、これを何度もやってると、もう時間の損です。で、CB70 でこの釣れない場面をお見せすると、やっぱあんま釣れないルアーだねとか思う人がいると困るので、実はこの1週間前、まあ、この日はその
愛媛なんだけど、1週間前に山口の、堤防で釣ってますので、それをね今からご覧いただきます。ほぼノーカットで、ジェイドから始めて CB70 に至るまでのその過程をね見ていただくと、同じプラグでもこんなに違うのかと。で冒頭で言ってたように、そのトップで釣れにくいと思ってる人はおそらくびっくりされます。はい、では引き続きご覧ください。堤防へ戻ってきました。タックルもねライトなものに変更、これもちょっと自作で、将来のためにいろいろと自分のために作ってるんですけど、6フィートの、チューブラーです。6フィートのチューブラーで、堤防の明かりつきのレバルをねちょっとやってみましょう。まあ潮もねほぼ満潮に近いので、メバルが浮いてると判断して浮き物を狙うようなルアーに変えてみましょうか。ライズが出だしたらトップもやってみたいとこだけど、ライズ出てる？ライズ出てないね。今日はライズが出てないみたい。まあ友達がずっとここやってくれてたんだけど、ライズは今のとこないと。よし、できました。リッチスリム 60SS、 こいつから投入。あれ、あんま長いじゃないな。おくた簡単に、バレた。合わせなかったからバレちゃったよし、今リッチ 60SS を種まきしてたら食ったけど、このねリッチスリム 60SS はねツイッチ入れた時にね素晴らしくいい動きするんですよ。そこを今僕気に入って使ってんだけど、よし、今度はきっちりヒット。よいしょ、ほらリッチ 60SS、 リッチスリム 60SS ね。ほら簡単に釣れた。いい照明で顔が影だった。ほらうりうりこんな感じ。いいじゃないですか。さすが4月だよ。もうプラッキング祭りになっちゃうね。まあ、こう明るい月はねみんなが釣ってるとこなんで、あの大型はねいなくなってますけど、間違いなくね瀬戸内どこでもそんな感じなんだけど、数釣りが楽しめるよね。プラグでの数釣り、まあ僕は結構これで満足なんです普段。はい、どんどん行ってみましょう。サンキュー再開です。さあ来い。まあ、かなり火星高いんでただ巻きだけで簡単に食ってくるかもしれないね。ああゴミ拾っちゃったか。ちょっとただ巻きだけで 2,3 頭やってみましょう。ついついつい、あ、リップが水噛まない、引っかかってました。よし、足元がゴミだらけになっちゃってるんでちょっとポジショニング悪いな。こっちだな。
ただ巻きだけでどういう反応を示すか。割と早めに巻いてんだよね。あ、当たった。よし、乗った簡単すぎてつまんねえかほら、いいよねえ。あの浮いてる時にはね、やっぱり浮いてるレンジに合わせたプラグを使う。うん、まあリッチ 50S でもいいし、今使ってるのはリッチスリム 60S です。まあなぜ 50S じゃなくてスリムの 60S を使うかというと、まあ大きい方が、あ、落ちちゃった。大きい方が飛距離が出るからよ。単純にそういうこと。広範囲で探れるじゃない、小さいプラグでなくても。大きいプラグで釣れるんだったら絶対その方が楽だから。3、4センチでないと釣れないと思っちゃダメそういうのができなくなるね。まあこれで簡単に釣れるので、もう一匹釣ろうか。もう一匹ね、60でキャストして、ただ巻いてくるだけ。割合早いよねこれ。うん、網パターンじゃないんで、網パターンじゃない、もう小魚食ってるのこういうの。ふう、もういくらでも釣れる状態だ。わ、はい、これが瀬戸内の春のメバルプラッキングです。ガンガン釣れます。 60S で釣れたから、じゃあその上、今度はシュガーミノースリム、シュガースリムミノーの75、さらに大きく、さらにルアーサイズを上げます。はい、シュガースリムミノー75、このカラーはブラックウィドウだね。ウィドウ、未亡人、黒い未亡人こいつの使い方はね、また多分ね、今何やっても釣れる状態だから、あまりそのプラグなりの妙味は出てこないとは思うんだけど、シュガースリムミノーはね、大きなウォブルが特徴なのと、潜らせといて、今巻いて潜らせてます。潜らせといて止めるとじわーっと上がっていく。その最中でないと食わないとパターンっていうかタイミングもあったりするのね。そういう時に強い。食わない時ってのは、あのでかいのがいる時の話してんだよ僕。おちびちゃんはね、魚に限らずどんな動物もそうなんだけど、今当たったよ浮き上がりで。あの子供たちはお腹空いてればもう何でもかんでも食いついてくるけど、ちょっと賢くなってるやつはそうはいかないよっていうことを言ってるのね。うん、用心深いやつは簡単な方法では釣れなかったりするので、そういう時にこういうスローライジングであるとか、スローシンキングであるとかね、ドリフトであるとか、いろんなことをやらなくちゃいけないです。巻いてきて止めて浮き上がる、出せる、こういうポンポン釣れる状況の中でね、こういうのを試すと突然サイズが上がったりする。そこ要注意です。よし来た、ほら止めたらゴーンと来た。わあ、これ全然サイズ違う。なんだこれ、でっかいぞ。よし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 、よし、おお、スレだった。ほら、でもサイズが上がったよ全然。あ、フロントフック外れたんだ。サイズアップ、あ、いてサイズアップ成功。スローライジングで食ってきた。うん、1センチちょい大きくなったけど、よし行ってこい。巻いて潜らせて止めて待つ。
で緩むテンションをじわっと張りに行くとさらにこうゆっくり浮き上がってくるくれる。もう一回巻いて潜らせて止めて待つ。ああよしね、スローライジング効いてる。あのさっきのスリム60の時はこうただ巻きでコンコンコンってなかなか乗らずによし食ったって感じだけど、この場合は潜らせて浮き上がらせてる最中のあたりの方がはるかに頻度が上がってる今ね。だから今、リッチスリム60の釣り方とこのシュガースリムミノーの釣り方では明らかにこちらのシュガースリムミノーの釣り方の方がメバルの状況にね今合ってるという状態です。さっきから釣ってるメバルって18から20センチしかないんだけど7センチ5ミリで普通に食うでしょ。広島だからじゃないって。メバルはそんなもんだ。だから4月に入ればそうなるのよ。特にこういう明かりに群れるやつは特にそう。ちっちゃい小魚食ってるからね。だからあまりサイズをね気にしなくていいんです。飛距離の出やすい目立ちやすい飛距離が出やすくて目立ちやすいプラグ使った方が有利。こんなにポンポン釣れるもん。こんなにポンポンほら7センチ5ミリでね、楽じゃんこの方が釣った感あるし楽しいし。よしサンキュー。ちょっと風が出てきたので届かないかもしれないけど、インクスレベルプロダクトのねジェイド、まあスミスさんのところのジェイドなんだけど、ジェイドってあのシンキングなんだよね。スローシンキングなんだけど、スローシンキングしかないからさ、今ちょっとスミスさんとコラボでして僕の方であのチューンアップしたジェイドをね今テストしているんです。うん、サスペンドするジェイド。ジェイドはまあシャッド系のミノーでよく平打ちながら潜ってくれて、で潜った位置でピシッとサスペンドするねジェイドがね昔から欲しかったの僕で、ようやく今回そういうものを作りましょうかって話になって、うん、ただいまテスト中です。サスペンドジェイド行ってみましょう。はい、サスペンドジェイド、これ楽しみなルアーだよ皆さん。これは絶対に大活躍する場面が出てきますからね、しっかりテストしてしっかりできたら発売します。はい、よし、潜らせといて止めてるだけで、よく釣れたシュガースリムミノーはスローライジングで浮き上がるんだけど、こいつはレンジでピタッと止まってるね。さっきのイカミノーでイカルアーで一つ見えたよ僕は。今日は止めた方がいい。水中の一定レンジで止めるとあのすごく簡単にバイトしてきます。うん、止まるのがいいんだ。こういう時こういうのが必要なんだよ。で小型ミノーの方が絶対的に食いが良くて、なおかつサスペンドした方がバイトが出る時っていうのはこうジェイド、そのために僕これ今ジェイド作ってるんだよね。でこの倍ぐらいのサイズがいい時もあるから、それはそれでまたそういうプラグをね作んなきゃいけないです。とりあえずこれおめでとう。うん、なかなか面白い釣り方できてます。今日はサスペンドミノーがいいよって感じが僕はしてたから、あの途中でイカのタイプを入れたんだけど、当たりだね。水面直下サブサーフェスで浮きもせず沈みもせずにピタッと止まってくれるルアーが必要なんです。必要なんだけどないんだよ、メバルプラグの中にそういうプラグって。
浮いてしまうか沈んでしまうかどっちかなのよ。サスペンドってのはそれぐらい難しくって作るのも。なので僕の方でちょっと今カスタムさせてもらってるんですよ。どうしてもねラインナップの中にサスペンドルアー欲しいんでね僕は。あの稀なんだけど稀なタイミングでその広島なんかでもね本流でバシャッと出ててすごいサイズもう28とか30とかのブルーバックがね沖で弾くけどねそれがペンシルには出ないしジグヘッドにワーム投げても釣れないし届くプラグ投げても釣れないのがね潜らせて止めて流すとそのパターンだけ食ってくるっていうこういうふうにね、うん、サスペンドさせて流してると流すと食ってくるっていうパターンがあってそれが全部でかい時があったので他の方法じゃ一切食わないわけ。それを経験して以来ね僕はもう絶対サスペンドルアーいるなと思ってまあジェイド君はねそのうちの一つの武器になりますこのサスペンドジェイド、うん、かなり今日の中で当たりルアーになってるね。いい検証できてるよ今日は。持ってきてよかった。まあ出来上がったばっかりなんで今日初めて投入してんだ今、うん、初投入にしてちょうどこのうまいことにサスペンドがはまる状況になってくれてるからとてもいいテストになってる。あのリッチ35の SS とかね激スローシンキングがあるじゃない。あれなんかもちょっと流れがあったり風が吹いたりしたら実はスロー、あのシンキングしてないのよ。止まってるんだよ。だから釣れるんだからねあれ。スローシンキングの良さっていうのはラインが潮に押されたり風に押されたりしたら沈まないので、そのサスペンド状態で流すとこうやって簡単に釣れてくるっていうのが、まあ、一つは、リッチ 35SS なんかの釣れる秘密なんだけど、鼻からこうやってサスペンドで作ると、鼻からサスペンドで作るとこボコボコじゃんね。あれは SS だから釣れてるってひょっとしたら思ってる人たくさんいるかもしれないけど、実際水の中じゃサスペンド状態になって流れてるわけよ。だから食うんだからね。はい、すごいっす。あの止めてたら勝手に食ってくる。ボンボン食ってくる。面白いこりゃ。これ久しぶりに僕数つってもやめられない状態のうちいってる今。あのプロダクトの一連のそのプロダクトの流れと考えの中でその、ああもあろうこうもあろうこうしたいああしたい、それから確認作業が今むちゃくちゃよくできているのでやめられなくなってるんです僕今。お腹空いてるんだけど、おーら持ってった。すっごい、これはもう全然釣れ方が違うぞ他のルアーと。すごいすごい。水面直下で、お、サイズ上がった。嬉しい。水面直下の攻防。サスペンド身の炸裂。こらすごいわ。うれ。こっちがいいんだな。サスペンド身の炸裂です。うん。ジェイド。こりゃいいわ。うん、もう進化調整もバランスもバッチリ出せてるからもう出来上がりだね。あとはカラーリングのテストと量産待ち。皆さんも待っててね。サスペンドジェイドお楽しみに。講釈垂れてますけど、ということでこの引っ越しした場所でね早速やってみます。で先発隊はね、まあ、さっきやってた場所で非常に成績の良かったその、ジェイド君のサスペンド、まあ、結んじゃってるんでとりあえずこいつをポイントが違うからね釣れ方違うと思うんだけど、まあやってみましょう。まあ、ジェイドサスペンドなので巻いて潜らせといてで止めて待つと、あ、切れた。
キルトじゃないよ、俺キルトかと思って今、まあ、びっくりした。いきなり止めた瞬間にゴーンと当たってきた。びっくりした。もう一回、スラック取って巻いて潜らせて止めて待つ。サスペンドしてる。おお、よし、ほらほらほら見た見た見た、見てるよね、 VTR だから。ほら、潜らせてサスペンドして止めたらゴーンだもん。これだよ、メバル。これがメバリングですよ。これジェイドサスペンド、潜らせて止めて放置してたらゴーン。これが面白さ、うん。ただ言えるのは、ただそれだけじゃない。リアクションさせなきゃ食わないシーンもあるし、まあ明かり付きの堤防なのでメバルが全部浮いてるんです、ここはね。でも一切メバルが浮いてない場所だと、本流ボトムにしかいないようなところだと、ボトムワインドであるとかね、フィネスジギングであるとか、そういったものを駆使しないと全く釣れなかったです。それもまたメバリングの面白さ。そういうね、いくつかのそのメバルの習性から来るシーンをしっかり捉えてもらったらね、まだまだね、いろんな楽しいメバリングができますので、はい。とりあえず引っ越しして1匹目、うん、いい感じです。いや、お手本みたいな食い方した。今日はじゃないわ、今。今日はそういう日かもしれない。途中でちょっとベイト、フィッシュライクになってるのかなと思ったんだけど、やっぱ釣り込んでいくとね、どうやらイカとか小魚じゃないベイトが網なんですよ。うん。春4月にもかかわらず、そのイカもあまり見えないし、ライズが少ないし、食い方がね、どうもプランクトンパターンの食い方なんだよね。で、プランクトンパターンもね、何種類かあって、めちゃくちゃライズするときあるんだね、パチャ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 。そういうときは、網鳴りがね、表層を流れてるからバシャってライズが出る。でも今日はこうやって明かりつきの堤防2箇所目なんだけど、ライズがほとんど出ないんだよね。ライズが出ないときで、なおかつプランクトンパターンの時は、今やってるように潜らせて止めるっていうのが大事なんだよ。で、止めて流れてないと食いが悪い。うん。あ、食った、ほら。ほら、止めて流してたら食うじゃん。ほら、何もしてないじゃん、今。キャストして竿でキュッとこう潜らせて、今ずっとほっといたら、カポーンって持ってったよ、これ笑うような釣り方だ。これは君は写真撮ってもらいましょう。こういうね、代表的な食い方した時はちゃんとね、写真に残しておきましょう。うん、めちゃくちゃいい釣り方してる。これは自信持ってリリース、はい。今パタパタっとね、もうジェイド君で釣れたんだけどね、撮影してる間にね、ライズが起き出したのよ。で、さっきプランクトンパターンだって俺言ってたじゃん。プランクトンパターンであるのは間違いなくて、全然ライズがなかったのに、ライズがしだしたってことはね、プランクトンがね、水面近くまで浮いたのよ。こうなるとトップの出番だからね。ということで、タックルを変えた。はい、モバイルロッドで、しかも P タックルね。うん。で、なんで P なの？ま、プラグなくしたくないからっていうのが一つ。もうメバルはね、こういう地域なので、瀬戸内の、まあ、普通の堤防なので、大きなメバルは出ないんだけど、まあ、シーバスとか来たら嫌だからね。うん。で、こういう、ちょっと特殊なプラグ結ぶんで、なくさないように P タックでやってみます。で、ルアーは、これ。ヘドンのね、タイニートーピードを、僕がカスタムチューンしたやつです。
ヒートン全部抜いて細いヒートに打ち替えて、スプリットリングを返して、ね、普通にフック交換もできるようにして、このペラもちっちゃいペラにして、これが非常にねメバルに効くんです。こんなファットなねアメリカンゴールドルアーに、こいつでちょっと遊んでみます。もうあのジェイドサスペンドでやったら当たり前に釣れちゃう、もしくは、シュガースリムミの7号でもね当たり前に釣れちゃうんで、ちょっとトップゲームやってみたいなと、ライズが出てる間に。よし出てほしい。あの普通のね18-20のサイズがこんな大きなねファットなねタイニートピーとかに出てくれたらもう最高に面白いから、シューッと巻いてペ、おおシーバスだよ、ドッパーだって、危ねえ、シーバスいんのか、やめてほしいな。すごい、まあ、食い損ねたからいいから、うわまた出た、すっごい弾き飛ばされてるよ、すごいな、トーピード、ちょん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 、存在を示しといて水面で放置。ん？すっげえ出方したけど、まで損ねたよな。最初はドパーンっていったのシーバス、次にバチャっていったのがメバル。ゆっと、おー弾かれた、おー収束、たくたくたくた、ほら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 、おーら釣ったぞ釣れたぞ、ほら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 、ふふふ、浜の大きな声出した、叱れる、でも嬉しい、これ嬉しい、これ嬉しい、見て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 、これこれ最高だよ、これだ、 This is メバルパッキング、これ俺一番好きな釣り方、見てこれパコーンだよ、やる気、ほら見てこれフロントフック食ってきてるじゃん、いや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 面白いよ、こんなさ、うートーピードなんてもうほんと60年くらい歴史があるアメリカンオールドルアーなんだけど、これをちょっとさメバル用にチューンしてやるだけでね、こんな面白い遊び方できるのよ、楽しいと思わないみんな、これ最高だよ、こういう釣り方すればね、18センチぐらいじゃんこれね、でももうこんな俺ね今日一番楽しそうな顔してるだろこの大きさでこれだけ楽しめたら良くないこれが俺はねメバル釣りのね、しかもそのプラグの楽しさってねこういうとこにあると思ってんのよ、いやーこれフロント服がっぷり食ってくれてる、あー記念撮影、はいシャッターどうぞ、うん、ブルーだね、あーサンキュー、楽しい、シャッキーです、こりゃいい、引き続きちょっとやってみるね、もう一匹これで釣って、うん、ちょっとね遠く打ってみようか、なぜ遠く打つか、メバルはねこういう明るつきだとね遠いところの方が大きいのがいるんだよ、うん、やっぱ警戒心の強いやつは人影が見えるところは好まない、おお出た、乗らなかった、わあまた出た、これ残念、 VTR に映れないのが残念、パッ、わあ出てる出てる、これ本当にあのカメラに収めたい、パッコンパッコン弾かれてるよ、
ゲーデル、しっかりくれよ。弾き飛ばして何回も何回も。ジャンプ。惜しかったね今。うわ、また。ひょっと。もう一回来る。もう一回来る。絶対来る。来たよし持ってった。トーピードで。ほら。あ、来たよ。来たよ。来たよ。あれ、ディスプレイね。これ。ブリブリ。おー、トーピードで出た。バサッつって引っ張り込んだでしょ。よいしょ。ほら。もう、放置プレイだからね。あの、ほったかしてプッカプッカ流してたらもうパッカーン。あーねえ、出るときはバシャバシャ出るんです。明るくします。おうちプレイで、ほら、トピード本日はこれまで。はあ、よしよし、目的達成。おー、だらん。出る出る。よし、さあ、やっと乗った。やっと乗ったよ。フルキャストした位置で。ほら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 、ほらトップ出るやつでかいんだから、ほらほらでかいやろね。今日釣った中でも全然違う、だらされたら。ほらほんとね、あのこういう時よくあんのよ。水面下をね、通すルアーで、あの隣で釣ってる僕の釣りがもうメバル何匹も釣ってんだけど、みんなね、18センチ、20センチぐらいなのよ。で、もういきなりこのサイズだもん。これこいつはいいよ、ウッドサイズだ。おう、24つとかね、全然サイズが違う。トップの威力です。いやー、ようやくこれで、あの水面炸裂しかった。うん、これはね、弾かれる理由。おお、また出た。すごいな、半端じゃないな、出方が。タイニートーピードってね、全く水平浮きなので、水平浮きに加えてルアーがの浮力がね、これ淡水用だしファットだから浮力がありすぎて、あのメバルが当たった瞬間にね、ポーンって水面にあるからもう弾いちゃうんだよね。でもう少し重くしとけばね、弾かれない。水面を撒いたらバッカンバッカン当たってくる。なんで巻いてるかって言ったらね、流れがないから。ここ今日は何度も言ってるように、同じペンシルでも流れがあるかないかの判断は、こうゴミがねちょこちょこ浮いてるやつがね、全く流れてないから。だから僕今トーピードをね巻いてるんですよ、水面ゆっくりと。でそれに今猛烈にメバルちゃんが反応してる。で乗り損ねてる。今5発出て乗んなかった。じゃあどうするかだ。同じペンシルでも
5発出て乗らなかったらやっぱりちょっと考え方変えなきゃならないじゃん。そうすると今度はね、水平浮きじゃなくて同じペンシルでもね、立ち浮きを使うの。少し立つやつ、同じくヘドン車の、水平浮きじゃなくてお尻が下がって頭が立つ、立ち浮きをする。さらに大きくなるんだけど、シルエットはこれザラパピ、はい、これも僕の方で手を加えてます。フックチューン、リングチューン、それからボディにね、ケイムラウレタンをね塗り込んであるんです。メバルカスタムで、これだと水平じゃなくてこういうね、体半分が水中に沈んでるので、こっちのフックによりヒットしやすくなるはずこいつでやってみよう。飛ぶな、これは飛びすぎ。で、これも同じく流れがないのでゆっくり巻いてきます。魚がいないところ投げ込んだかな。まあ暗いところから明かりの中にイカが徐々に入ってくるような演出のつもりで今僕やってるんだけど、イカ認識の強いやつがいたらこういう動きには弱いからドカーン食ってくるし、仮にプランクトン、流れてくるプランクトン食っててもこれで反応してくれるっていうのがペンシルの面白いとこね。うだうだ言ってるうちに水面パターンが終わっちゃってたりしてね。あんなに連発したのに乗らない？ということはタイニーのペラに反応してた可能性が出てきたね。これは言っとくけど、ザラが強い時にはむちゃくちゃザラばっかり釣れるんだからね。これはペラに反応してるっぽいな。ザラだと出ないのか。こういうところが釣りの面白さだよ。あのナチュラルなライズが出なくなったから餌が沈んだ。あ、出た。うわー、乗り損ねた。止めてたら出たね。風流し、もう少し吹かないかな。風、出ろ。うん、明らかにトーピードの時のよく出てる気がするが、たまたまなのか明らかなのか、その辺もちょっと検証したいね。反応するんだけど完全に水面を意識してはいないから少しねヒット効率が悪くなってるんだ。こういう時にどうするかというと、もう少しだけ、ほんのわずか1センチ程度、あの水面へ沈むタイプのペンシルを使うと、わあ、もうガンガン出るんだけど、あ、弾かれてる。よっしゃ、きっと。よしよしよし、もう連発してんだよ。連発して、乗った。釣れた釣れた釣れた。これ。釣れた釣れた。
何発出ただろう。この1匹釣れるまでに10回ぐらい出たんじゃないか。ほらこれちっちゃいよ。これメバルはこれね、ある意味ちっちゃいから代表的なんだよ。ほら見て、このプラグとメバルのサイズ感をご覧あそべ皆さん。これこんなでっかいプラグにこんなちっちゃいメバルはバッカンバッカン当たってくるのよ。これを楽しまなくてどうする。こういう遊び方を覚えたらもうご近所で楽しめるじゃんね。え面白いよ。ただね、あのフッキング効率がものすごく悪いね。10分の1とかなってるんで、じゃあ今から同じペンシルなんだけどフッキング効率を上げる釣り方をやってみます。うん、しっかり効率上がったら伝授って感じだよね。サンキュー。よいしょ。フッキング効率を上げるやり方は何か、まあ単純にルアー変えるだけなんだけど、これ CB70 っていうねスミスさんのペンシルなんだよ。フローティングペンシルなの。これも同じくザラなんかと一緒に同じように。ただこいつの特徴は巻くとね、ほっとくとこう水面に体半分出して浮かんでるんだけど、巻くと水面直下これぐらいまで潜ってくれるのよ。同じペンシルでもね、ほっとけば背中出しててフローティングプラグ以上に浮かんでるのに、巻くとほんのわずか水面に潜り込んでくれる。こいつだとね、僕はフッキング効率が上がると読んだ。今のシチュエーションではね、こいつでやってみます。さあ言った通りになるかならないのか。同じようにゆっくり巻いてくる。ザラが水面に出てるからこそ光の屈折で当たってきてんのか、水面に体半分以上もしくは体丸一つ潜り込んでも当たってくれるのか、どっちなんだって感じだね。どっちでしょうか。これでスパンと一発で乗ってくれると考え方が正解ってことになるんだけど、わあほらほらほら言った通り、ほら言った通り、ほんのちょっとだけ潜り込んでくれるダイバータイプだと一発だヒットが。ほらザラよりもちょっとだけ本当にね1センチ潜るか潜らないかぐらいね、水面下へね少し頭へあの要するにバッてジャブかけるとクワンと潜るタイプなのこいつは。ヒラマサなんかのあの誘い出しのペンシルはそうだよね。こうガッガッガッってリール巻いたりロッドでこう煽るとヒュッひょって水の中潜っていってまた水面に顔を出す、あのパターン、それのちっちゃいやつだと思って、それだとこうやって簡単にヒットしてくる。これがねあの水面と水面直下の攻防の面白さなの。メバルをやってたらもうねこんな釣り方してたら飽きないから、このサイズでも。あと危ない闇沿いってねでっかいメバル釣るのはそれはそれで面白いと思う。でもこの楽しさはね知ってほしい。この楽しさを知って初めて僕はメバルにね近づけたというふうに僕は思う、うん、でかいだけがメバリングじゃないね。風光明媚な瀬戸内でこんな安全な場所でこんなにねさまざまな遊び方できるってのがね実際メバルの魅力なんですよ。ああ言った通り決まったよ。最高。はい撮影ねあの CB70 で巻きの釣りで見事にあの一発釣ったじゃない。それをもう一回再現。
同じペンシルなんだけど巻くとねわずかに水面潜ってくれるからノリが絶対にアップするよって言ったら、まあ、綺麗にそれがハマった一匹だったけど、その再現性を求めてひょっとするとねあの SPM あたりの、トレースレンジがねひょっとすると一番あ出た、そうじゃないわ、やっぱ水面に出るよ、うー気持ちいい、うふふふ、くるくる、やっぱり釣れる CB70 コーラ、こんなサイズがポンポン釣れちゃうよ、7センチで。ねえ、今日はいいロケになってる。今日は本当にあの僕が表現したいことがねスパスパ決まってるから、うん、すごく皆さんにも役に立ててもらえるんじゃないかっていうね兆候になってます。素晴らしい。今、引っ越ししてきてこの場所に移って、まあ、2,3 種類のプラグ投げてんだけどダイバータイプが今ハマってる。うわほら一発で食った、もう巻き始めてすぐだよ、すごいすごいボコボコに釣れる、ほらもう間髪入れず、あのもう想像した通りだよね、すごく水面意識してるんだけど水面にはできらない状態で、ペンシルにちゃんと反応してくれるんだけど、あの完全に水面食ってるわけじゃないからノリが悪い、そこで水面直下を通るやつを、巻いたらもうスカンスカン食ってくる感じだよね。あ当たった、それも割と早巻きがいいね、これ網パターンじゃないんじゃないか、早巻きで食うよ、おおーし、おおサイズアップ、よし一気にサイズアップ、あこれはちょっと想像以上にいいぞ、想像以上にいいよ、ガッツンサイズアップしたよ、かかり方悪い、かかり方悪いけど本日最大ギター、ほらこれあ外れちゃった、本日最大サイズ来たよ、2時オーバーだよ、いいな、これひょっとするかもしれない、今からまたあの なんだろうなもっと沖目投げて暗いとこ投げたらねまだサイズアップする可能性があるから、ちょっとそこ狙ってやってみますね。いやハマってるパターンをねちょっと続けて遠投しよう、まあ CB70 クラスなんで非常に飛距離が出るから、うん、よしこれで割と早負け効いてんだよね、今の2匹はね結構早いリトリーブで食ってきたので、これはいないとこ通っちゃったかな、よし、だからねプラッキングってさいろんなプラグ、おら食った、あいろんなプラグ持ってないとダメなのよ、でハマると見てごらんサイズ上がってるじゃん、ほら全部20センチになりだしたよ、17、18が2,3 センチアップしてすっごい釣りになってる、よしサンキュー、あのハマると強烈でしょ、これこれこれがメバリングの面白さ、どれでやっても釣れてるのは釣れてるけど、ハマるとこのすごいペース、ハマるとこのペースもうとんでもない釣り方、うん、とんでもないよ、今季最大の釣り方してるよ、すげえすげえ、完璧だね、パーフェクトゲームだな今日は、うん、あとはあれだ、あの何日後かにリベンジしてあのユーマス目の
磯のでかいやつを取ったらもう200点だな。とりあえず堤防の釣りはもうパーペキ、もうとてつもないハマり方してる。 CB70 ドリフトで水面直下スレスレの早巻きでドカーンって、これあ、ちなみに僕ハイギアだからね、ハイギアであのこのハンドルスピードだよ。で今もう3連発4連発してんだよ。相当速いよ。シューってスーってドラゴン動くぐらいスピードだからね、ハイギアで。よく言うじゃん、だから僕が、ね、何年も前から言ってるじゃん、メバリングのリールはローギアがいいとかってよく言うよね、聞くでしょ。僕全然そんなこと持ってないからね。だから僕ほとんど今ハイギアだもん。10台持っててローギアを渡った、2台ぐらい、10台中8台はこの2000番がハイギアだからね。2500番はもうほとんどハイギア。うん、こっちだな。水面直下ファストリトリーブ、もうメバリングのスピードじゃないよね。ほら食ったー、ほら食ったー、ファストリトリーブ。うん、もういくらでも来い。あ、外れた。よしよし、少しサイズのいいのがどこにいるかをもう今模索してる段階。ロットはインクスから発売する予定の5ピースのモバイルロットで、塗りが厚くて塗装が硬くて、で姉妹寸法がこれくらいでね、うん、かなり強いロットです。もう生地旗なんかでもやれるクラスのロットなんだけど、まあティップもそこそこ繊細で、ジグヘッドゲームもやれなくはない。2グラムぐらいだったら全然 OK。 それに PE の06でリーダー2号で、結んでるルアーが70の CB ドリフトペンシルで、ハイギアでこのスピードで巻いてガンガン釣れてる。これもメバリングの真実ね。ルアースピード見せてあげたいな、暗いから見えないけど、ツーって水面通してんだよ。すごい反応の仕方だね、バコーンって。ああ、でも今日は十分だ。今回の一連のロケの中でも本当にあの十分すぎる結果が出てる。僕は嬉しい。うん。わあ、今のでかかったな、クソ。音が全然違うよ、今の。喋ってる間手を止めてたらかなりすごいボイルだった。ブワシャシーバスかもわかんないけど、いいロケになりました。うん、見てほしかったんだよこういうの、いつかね。なかなかね、雑誌のロケだけだとこう細切れに一晩だけだからね、なかなかこういうのを見せられないんだけど、うわー食った。あのプライベートのね釣りを重ねて、こういうふうにあの自撮りでね、まあカメラ今定点になってカメラマンすごい釣れてるからね、友達も魚が釣りたくなってカメラから手離して今自撮りになっちゃってるんだけど、こういう僕のプライベートの釣りをね、集約して今回はご覧いただいているので、なかなかいいロケに、ね、なってますよ。続いて、いやもういいかな、もういいよねみんな。今日はねもう永遠とエントレスでこんな状態になっちゃうんで、うん、あのプラグを変えたところでこれ以上のね、なんかあのお役立ちのヒットシーンはね、もうないと思う。もう完全にこれパーフェクトにその
ピークな釣り方、釣り方、プラグの、セレクションの仕方をね見ていただけたと思うので言うことありません。うん、最高のロケになりました。まあ今日はもう、いやーもう満足しちゃいましたよ。今日の釣り方は本当にね、もうお手本のようなね、うん、どれでも釣れてるんだけど、そのプラグのセレクトの仕方でメバルのそのバイトの頻度がね、もう格段に変わるよっていうのをね、なかなかね VTR の前ではねお見せすることができなくて、いつもはがみしてたんです。プライベートでしょっちゅうあってもなかなか動画で表現できないっていうのがね、こう釣りの難しいとこですけど、今日はもうバッチリだった。最高ですよあなた。うん、もう何なんだろうな、雑誌のロケその他合わせてもね、これだけいい釣りができることはなかなかないので、非常に満足の夜となりました。うん、次回はね、まあ、今日4月半ばなので次回はどんどん北へ上がってきます。次は東京湾かな、東京湾のお昼から、夕間詰め、暗くなるまでにかけて明るいうちからのプラッキングで、最後は東北、まだ僕自身が未踏の地のね東北へ行って、プラッキングでどれぐらいメバル攻めれるかというのをね見ていただいて、それでこの VTR の、最後のステージを飾ろうかなと思ってます。ということで本日はこれまで。また次のロケをお楽しみに。バイバイ。